とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、ようやく出た。ようやく出ましたよ。これ、ゲイル聖域のデイリーミッションです。このね、聖域のさ、ここでしか出ないのよ。エレメントのカバンが。ようやく。なので、今日は、取りに行きたいと思います。早速、行ってみましょう。それでは今回の変更点見てみましょう。HP が 20% 増加。で、プレイヤーは最後の叫びを持ってます。うん。で、相手が弱体化持ってんのよね。ということで今日は、カバンビルド。エレメントのカバンビルドで行きます。最後の叫びっていうのも、これ向いてるし、弱体化されても大丈夫なんで、これで行きましょう。さあ、でも運なんだよね。これって。運なんだよ。まあ、確率としては、え ?3 分の1か。3分の1の確率で。怖っ。ああ、こういうことか。ああ、お前も出てくるのね。はい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 。全然余裕だよ。行きましょう。ここ長いんだよね、確かね。危ない危ない危ない。ここを、そうかそうか、ぴょんぴょんやっていくのはちょっと危険だな。ちょっと待って待って、俺装備ミスってるぞ。ここは、カバンじゃなくって、これだ。羽じゃないといけない。でもここ足場があんまりないところだから、若干不安だな。いけるか?大丈夫ね?危ねえ。大丈夫っしょ。いやー、やっぱね、この前出た、このピンクスコーンドレル、最高。うん。まあ、夜の棒があったから別にいらないかなーと思ってたけど、クールダウンショットの弓っていうのが。いやいやいや、上には上があるもんだね。めちゃくちゃ使える。これはね、快適です。快適。このビヨーンっていうね、音とかも、すごくね、かわいいし、超気に入ってます。あ、止まった!やばマジか。お、早い早い早い、さすがだね。さすがの殲滅力。これ長いな。長えな。これ全部やらなきゃいけないか。おい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 、マジか。すごいな。敵の数がさ、あ、いった。あー、やばい、やばい、死んでしまう。危なかった、危なかった。よしよし、まあとりあえずこんな感じで、先に進んでいきましょう。いやー、きつかった。ここは羽だったらば落ちまくるのよ。落ちまくるんで、途中で普通の矢にね変えました。で、最後はやっぱこれで、行っちゃおうか。いいね。こう。よっしゃ。とりあえず。あ、ちょっと待って。あ、やっぱり、盾があると、ダメージが入りづらいっぽいな。ああ。いや、それでもない。意外とダメージ、いけてる?あ、カバンは意外といけてるな。うん。あ、ただ、クールダウンをしっかりとやっていかないと、連発はできないか。やっぱ硬いな、こいつ。硬い。めちゃめちゃ硬い。よし、オッケー。とりあえず、片方潰した。もう、こっち潰す頃には、だいぶ HP も、ないんじゃないの?じゃあ半分ぐらいは減らせてそうだね。ほい、オッケー。うーん、全然雷出てくれない。あ、これね変わんないわ、変わんねえわ。ああ、これね
別に開けなくても良さそう。じゃあどうだ、ガードを開けなくてもこのままカバンでガシガシやっとけば勝てるやつ。わざわざこれ敵を出して倒す必要もないかな。あんまりまあ雷は出てきては触れないんだけどね。よし、あと一発、あと一発で押し前だ。はい、ミステリーアーマーが出たね。よし、じゃあ、クリアしちゃいましょうか。ここは別的には出てこないよね。うん、クリアです。さあ3択、3択だよ。優しい風が、ああそう、宝箱あった。まあいらんか、いらんね。頼む頼むよ、エレメントのカバン255が出てくれればいい。最強の255、絶対ね、ダメージ700万超えるやつがあるよ。700万超えたらすごいね。今600万だからね、レベル5上がれば700万いくと思う。頼むよ、頼む、エレメントのカバンお願い。報酬が違った。報酬だ、そうだ、アーティファクトじゃない、そうかそうか。これ凡密だ。ゲイル聖域のデイリーミッションが出て、さらに報酬でアーティファクトじゃないとダメだった。大失敗、大失敗だ。はい、まあ、とりあえず今日このフルメタルアーマー間違って出ちゃいました。はい、まあショックだけども、またねやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。